ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望たち、ウィズパブリット、群雄集結様、立花統一さん、前第2話ですね。前回、黒田家に詰め込んで、幹部に走らせたというところですね。ということで、ではね、進めていきましょう。この心だし、必ずや果たしてみせよう。別にここ、秋月城を取られても、別に、いいので、うん。ああ、戦略部族が方位にしとこうか。で、初期化、個別封じ。これさ、方位にしたらさ、あれしてくれればいいのにね。かしこまった。自動でさ、方位設定してくれればいいのに。かしこまった。手動でやらないとさ、方位できないっていうのはさ、これはずるい。この城、もらい受ける。ハンデさん走り抜いた。走り抜いたね。じゃあ入場しよう。全部持ってくはどうよ。勝てるでしょう。後に続け。29日持たない。兵糧も持たないし城も持たない。まあしょうがない、いいでしょう、うん、ここで貼り付けとくと、ね、だとするとなんかこっちとか行った方がいいような気もしないではないんだけど、まあね、そんなね、あの細かいこと考えてたらね、信長の対処はできない。先月の趣旨になります。捕らえてもどうせ行ってくでしょって話だよね、うん、承知いたしました。いやこんな1万も入れたらダメ、さすがに少しは考えない、はい、そういうことか。こっちは撤去しようか。こことこう撤去しようか。ここを撤去して漁村にしようか。石川町あるからここに建てればいい。かしこまった。これは作ってもしょうがない。じゃあ進めていこうか。商業進め、ちゃんと商業進めてんのかな。承知いたしました。まあ進めていこう。口惜しきことよ。お味方が討ち死にしました。撃たれたぞ。親より先に行くと。畜生。あー無理だこれ。ちくしょう。どっかこっから100人部隊でいいや。秋月さんに走らせようか。見たねさ。出陣するぞ。頑張って取り返してこい。参る。出陣するぞ。じゃあね、進めとこうか。この戦、勝ちはもらったぞ。いいねいいねいいね。じゃあこれ入場させよう。ってことはあれだね。結局なんだかんだ言ってあれじゃん。大友さん結局。一生懸命苦労して落とした秋月城をね、秋月文種さんに
ね、取られて、ね、あの、秋月さんのお城じゃないですか、もともとね。なので秋月さん取り返したんだけど、あれだね、うん。結局、ね、こことか、こことか取られるだけで、ね、あれ、これ方位になってるけど、これまずくねえか。相手の方が、兵が多いぞ。これあれだね、20日ぐらいになったら一点集中型の攻撃に切り替えなきゃダメだね、これ。うん、撃って撃って来られて負けちゃうね。よかったよかった、今見といて。そこ74回入れとこう。報告します。先月の終始になります。表情を始める。このような策はいかがでしょう。軍事論議でいいか。55、35、35。これにて表情を終えるぞ。あ、ヒョヘル、これ取ろう。で、提案にカップ。農業全然進めてないな。ゲチ。そしたら、54。あと1ヶ月したら、あれだね。あの、攻撃に切り替えようか。承知いたしました。じゃ進めていこう。商業も進めておきたいね。もうね、そろそろ。報告します。先月の収支になります。ゲチを承知いたしました。で、歩兵品不足秋月城5000。承知いたしました。じゃこんな感じかな。詰めていこうか。兵もだいぶ増えてきたんで、こっちとか行ってもいいかな。こっちに行こうか。28日後に出してくる。うん、いいんじゃない。6000。6000もとこ6000。6400。出陣する。これ集結こっちの方がいいよね。直そうか。あれ、こっちの方が早い？こっちはその他が早いんだ。うん。じゃあこっちでいいよ。出陣する。そうすれば多分大丈夫でしょう。これあと何日だ？あと24日。あ、交渉は速攻所ついてる。全部解放お願いします。おお、皆がさすがな、いい大変、ね、こちはもらったぞ。上司だよこれは、うん。で、部分入場して、あ、89。出陣するぞ。で、手を打とう。これで大友さんは出陣するぞ。もう全部の城取り囲んだ感じになるかな。じゃあ進めていこうか。我が妻、やはり天下無二のものですね。標高でいけるの本当に。怪しいぞ。怪しいぞ。怪しいな、標高。まあ、やってみようか。110単位じゃ待ってらんないな。こっちは、
交渉入ってる、交渉しよう。黒田勘兵衛全部か、88いいね、あの橋、88お前ダメだったの。ほんまそれないよ、走ってよし、交渉もよしだと思ったのにな。報告します、先月の収支です。ご命令を。承知。悔しいな。まあ進めていこうか。特にここ取ったか、防衛しよう。はっ、うん、まあしょうがないでしょ、しょうがない、いいしょうがないでしょ、うん、宿場町と茶屋町はしょうがないよね、うん、本当はあのねあれしてきて、あそう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 、あれだ、ここあの、あ作ってくれてある、あいいねいいねいいね、ちゃんと分かってるね、分かってるね、こう、ね、分かってる分かってる。ちょっと AI ちょっと優秀だったかな。じゃあ進めてこう。で、ほぼ31日でいいね。打って出てこれても勝てるから問題ないね。あ、速攻所ついたね。43、お願いします。戦い続けるかな、あ、そう。兵糧が亡くなるだけだよな。みんな、勝ち時をあげよう。かたじけない。よし、返そうか。兵糧はもう1万切ったんだね。うん。ちょっとまずいね。我が同士が、あ、でもあれだね、お城一個取られたぐらいか。うん。大内もでかくなると面倒くさいからな、小早川がいる間に、大内潰しときたいね。報告いたします。表情を始める。策がございます。商業行動を返す、どうか。じゃあ、商業軍事でいこうか。53、35。あれ出てこないの、黒田、あ、亀出てきてるか。うん。これにて表情を終えるぞ。商業進めて。大名発言取っとこう。ご命令を。いいね、かしこまった。2マスはいいよ。かしこまった。ここもうちょっとできるようになってるね。5000円かしこまった。農業ももう取らないとダメだね、その次。うん、じゃあ進めていこうか。貴様の部では我らは止められぬ。かたじけない。おっと、ここ負けんぞ。包囲にしとこう、とりあえず包囲にして取り囲んでる状態でこいつがまた弁に立てようか。我に続け。全然あれだね。うん、見れてなかったね。たった3部隊しか出してなかったのにね。じゃあ進めていこうか。ちょっと押し戻されたけど全然いい。強行64か。報告いたします。
まあ大丈夫でしょう。で、歩兵しよう。箇所。6000ぐらいにしとこうか。かしこまった。どうせあれだからね、九州統一しちゃえば、これは普通に、ね、この辺ぐらいまでバッサリカットしちゃって、であれでちょっと進軍してきたらね、九州全土、兵を全部カットすることできるんで、そうすると兵糧がもうだいぶ楽になるかなっていうところかな。うん。まあ、いつものパターンだよね。九州とかそっちの方から始めるときはね。うん、どんどんゼロにしていくっていうパターンなんで。じゃあ進めていきます。この志、必ずや果たしてみせよう。九州統一までがちょっとね、兵糧は買ったり思いするのかなっていうところかな。兵糧あとちょっとしかないから2000ちょい。まあ、とりあえず神殿を受けた方が下手に敵に回したくない。9月までだ。ご命令を。これあれでしょ、1ヶ月ぐらいしか持たないし、兵糧が34日のつけ26日で、うん、で問題ない。そしたらお金はだいぶ貯まってきたんで商業進めては取引を行いましょう。兵糧買っちゃダメだよ。なんか農作業できる？ポイントない？継続発展？発展で自分でちょこちょこやろうか。かしこまった。で、新聞沙汰があったから邪魔だから、で、おうか。これも一応、ここ意味ねえじゃん。うん。で、そしたら新設で。これ一応意味があるのかな、ここで。うん。でもいらないな。いらないな。かしこまりました。24000でも多分ね、出す、評論がない。じゃあ、詰めとこうか。じゃあ、これで、大友さんね、作業だね。うん。貴様の部では。我らは止められぬ。で、あれだよね。ローゼさん確かさ、大友にずっと、ね、あれじゃなかったっけ？勢力で武将でさ、確認するけどさ、ローゼさんってさ、大友の家臣だよね。うん。家臣が、あれだよね。うん。大名を取り込んだ感じだね。騎乗しよう。うん、いい感じじゃないのかな。2話でこのぐらいだったら、まあ普通のペースかなっていうところです。ドローがないのはきついけどね。相良と通称は結びません。報告いたします。言われたら結ぶ。表情を始める。で、今回農業が欲しかったね。農業のポイント、あれが欲しい。農業と論議にしとこうか。さ、農業のさ、農地を増やすあれが欲しい。これにて表情を終える。本当は2番で取りたいんだけどさ、1とか、うん、まあ、とりあえずこのぐらいやっときゃいいかな。あと行軍速度上げとこうか。こんな感じかな。うん。ゲチオ。じゃあね、内政の方をやっていこう。は。取引を行いましょう。継続あって。貯水をやっと。かしこまりました。
で、撤去。この辺、最後の城取ったよね。ここに、茶屋町作ろうか。宿場町あるんだよ、ここに。茶屋町作って。はで、ここに、漁村作っとこう。承知。で、まあね、九州統一して四国もこっちまで来たら、ここら辺とか茶屋町潰してもいいかなっていう、とかな。でも、一気とか考えたら残しといてもいいけど。うん。発展で漁村とかないか、うん、で、歩兵をやって忘れがしの歩兵をね、ちゃんとやって、はっ、うん、こんな感じだね。ということで、ご視聴ね、第2話ご視聴いただきありがとうございました。